コスプレ企画第4弾イエーイ完成いたしました。大丈夫じゃじゃーん。じゃあそのあーにゃピーナッツが好き。あ、かわいい。まんかかわいいね年上だぞ4段目はですね、制服でわかるかな、みんなわかるかな、アニメの軽音っていうね作品のコスプレをさせていただいておりまして、うん、私は秋山美穂ちゃんっていう秋山美穂ちゃんっていうキャラクターで私は麦ちゃん、そうやってます。麦ちゃんです。はい、今回はね、カッキーがね、そうなんですよ、いろいろと考えてくれて、最初始まったのはやっぱりまゆたんの企画に呼んでもらったのが始まりだったんですけど、私にも夢があってどうしてもね、やりたい夢が、どうしてもやりたい夢があってもう小学校の頃からこの軽音っていうアニメが大好きで、うん、私は高校生になったら絶対にミオちゃんになるんだって思ってそうなの。そうで、軽音部も入ろうかなって思ったんだけど高くて楽器が、あ、まあ確かにね、自分で自分だからね、自分だからっていうので軽音部にはなれなかったんだけど、うん、今こうしてね夢を叶えさせていただこうということで5人なんですよ、実は軽音部って。そうなんです。あと3人があって、あれあれあれ足りないな足りないな、ということでできないぞってね呼んじゃいました。タニーおいでー、こんにちはレイちゃんとユナとあやめを呼んじゃいました。こんにちはこんにちは初登場3人は知ってる、うん、お知ってた、おお知らない人が一人いるね私はあのアニメ、うん、全く見ないので、軽音も初めて。まずね、私がこの人選ぶときに最初に決まったの、あやめには絶対にあずにゃんをやってほしいって、もうずっと前から思ってて、ここは即決した。本当わかる、もう今めちゃめちゃ似合ってるし、めっちゃ可愛いの、可愛い、もう超可愛い、いやわ可愛い、本当にリアルアズニャンって感じ。本当に、よかったわ。そしてでね、ゆなちゃん、ゆいちゃん、そう、ゆいちゃん、ゆいちゃんってね、はい、ちょっとなんかふわってしてるとこもあるんだけど、うん、めっちゃギター上手くてボーカルなの、このグループの、うん、ボーカルといえばと思って、そうなんですよね、あ、そのつながりだったの、ボーカルつながりで、ゆなだし、勝手にもあのカッキーのエコひいきかと思ってましたそれはちょっとあるあるあるかい、それはあるありがとう、呼んでくれて。そして、はい、りっちゃんが、はい、れいちゃんです。こんにちは、こんにちは私だけ今日地毛でそう、ってもう完璧完璧、本当にちゃうんだよな。今日ずっと朝からカッキーにベタ褒めされて嬉しくてずっとニヤニヤしてます。それでね、今日5人集めて何をやりたいかと言いますと、軽音のオープニングを5人で再現したいなって。おー、オープニングすごい、オープニング、あのオープニングね、いいよね。そう、まあ、5人いないとできないっていうのもあるし、うん、まあなんか楽しそうだなって思ったけど、うんうんうん、ちょっと今日時間があんまりないみたいな。そうそう、ここどこですか本当にうわ2時間もね、ここすごい車に乗って2時間朝何時だったと思ってるのごめんでもちょっと時間がないけど、手作り再現 MV にはなるので、そこら辺はちょっと温かい目で見ていただけたらなと思うんですけどできる限りね、ね、近づけていけたら行きたいなと思います。頑張るぞ、頑張るぞ。どこのシーンからですか。部室のシーン、あ、楽器弾くシーンとか、チン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 、うん、でもどうなの学校だよ、バーイ、ゴー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 、行ってみて、見てみて、わーわー、え、すごい、わーわーい、すごい、これはりっちゃん、りっちゃんだ、この画角がもうりっちゃんね、ドラムにすごいね、すごいね、わー、すごい、ギターもちゃんとあるよ、そうだよ。まずこれ撮りたいの、あの麦のお尻と、麦のお尻、麦のお尻、りっちゃん、まずこれセッティングしない、セッティングしない、ギターを見せて、誰誰、誰、私のおでこじゃん、そうだよ、りっちゃんのおでこと私のお尻、景色はどこ、景色はどこ、あ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 、
まずお尻だから、はい、あ、ここ、こうかな。重たい？うん。それで私こっち向いてるってこと？あ、そう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 。え、ここ映り込むじゃん私。合ってる？え、ちょっと映っちゃうかもしれない。向きは合ってる？うん。こうしよう。あ、これね繋がってないの。そうそうだそうだ。こうして、こうして、一瞬だけ撮るね本当に。あ、はい。1、2。よし、2秒もあればいけるでしょ。どんな感じ？どんな感じ？よし。これはね。で次はね、麦ちゃん単体のシーン。単体シーン。いけいけ。来たよ。やめたけど可愛いか。ちゃんと可愛い可愛い可愛いしてる今。大丈夫。可愛い可愛いだよ。ちょっと入ります。あ、お願いします。いいね、じゃあここのここちょっと締め。え、あのなんだっけ、後ろの背景とかの色味は。後ろの背景なんかね、あのこれこれ。あ、そうそうそう。目閉じるんだね。オッケーオッケーオッケー。いきまーす。回します。C8 よーい、スタート。あ、いい、いい、いい、どうどうどう、すごいすごい、いいね、いいね、いいね、ね、かわいい。いいちゃん、いいよ、いいよ、いいよ。続いては私だ。お、お、私来た。番号お願いします。C6 ですね。はい。で、加藤やめて、画角を見たい。画角は胸上ぐらい。あ、そうね、頭切れて、頭切れの胸上。ちょっとね、ちょっとだけね、ちょっとね、な、なんかね、こうなってる。ちょっと見せぐらい、ちょい見せぐらい、もうちょっとここの、あ、そうそう、ここすごいね。で、え、すごいよ、ちょい引き、めっちゃね、うん、リアル、本物、本物。頭切れの胸上。あ、いいね、いいね、で、あっち、ちょっと、ちょいあっち、そこまで眠かないんだよね。ここぐらいからの、本当に、ふわぐらい。あ、ぐふわぐらい。上から、上目から。C6 いきます。よーい、スタート。笑っちゃう。よし、ふん、はい、おいいんじゃないでしょうか。いいカットです。ニコニコしちゃう。ちょっとね、確認。いいカットです。6なんて、あ、ほー、オッケー。よしよしよし、いいペース、いいペース。次は何？あ、番号お願いします。59ですかね。真ん中からの C42 テイク2。あ、いいね、いいね、いいね、いや、いいね、いいね、いいね。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。嬉しい、みおちゃんのベースだ、すごいね。抱きしめるな。お次はゆいじゃない。ゆいたん。あ、ゆいのギターだ。ゆいたん、どこ。ゆいたんはね、これね、めっちゃ大変なとこだよ。しかも一番難しいとこ。何？歌いながら終業チャイムまで待ってないって。終業チャイム、終業。シーンの14。ナイス、ナイス。流します。はい、せーの。集合チャイムまで待ってない。見てみよう、見てみよう、見てみよう、見てみよう。視線をさ、ギターなんじゃない？あ、そうだね、はい、あとなんか上に乗るから下に。そう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 。さすがです、そんな一言でできちゃうんで。音楽 OK。 C14 いきます。よーい、はい、せーの。集合チャイムまで待ってます。トントントン。リズム感あるでしょ。なんで急にリズム感なくなっちゃう。ある人でしょ。あれ、リズム感やってみ。せーの。そう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 。あ、いいね、いいね。で、ここ、ここ、ここ見て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 、オッケー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 。チンの14。はい、流します。はい、よーい、はい。ダンダン、はい、ダンダン。あ、いいね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 。あ、めっちゃいい、次はね、全員だね。おお、ついに全員集合。ちょっと参考映像見ていいですか。あ、いいよ、いいよ。オッケーです。じゃあ、ピーナガチでかしましめばえるかしましジャンピングでか
ネバー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 エンディングガールズトーク。忘れかしましネバーエンディングなんとかトーク。ジャンピングナウで。ジャンピングナウ。そうジャンピングナウ。忘れかしましネバーエンディングガールズトーク。ガールズトーク。麦ちゃんもうちょっとこっちかも。ゆいがちょっと前にいる。本当だ。あ、本当だ。え、なんかお願いします。ゆいもうちょっとうち？前？あ、行き過ぎ？こんなもん？シーナ13。13。またこれで弾いちゃった。こっちだね、こっちだ。こんな感じ。せーの。あ、いいね、いいね、いいね。かわいい。本当にかわいい。これで撮りたいよね。なんかコスプレイヤーが好きそうじゃない。元気なみおちゃん。元気なみおちゃん。こっち向いて。こっち向いて。あ。あ、かわいい。こうやってさ、押しても電源入ってないから取られないよね。オッケーオッケー。え、ってことはさ、電源入れないとここが開かない。なんかでも1枚無駄取りすることになっちゃう。え、いいよ。じゃあではさ、みんなでさ、あのこれ写真撮ろう。1枚あの撮ることになっちゃうから。あ、確かに。あ、いいか、一発撮るよ、これ一発撮るよ。怖いね。あ、いいんじゃない。お、映るかな。いくよ。はい、サイチーズ。おお、いいんじゃない。いいんじゃないか。いいんじゃない。あっ、こういうことだよね。最初からカキを狙ってるもんね。え、カキこっちで引っ張ってる。あ、こっちで引っ張られてた。こっちで引っ張られてんだ。そう、むずいね。すごいよね、なんか右手なんだって思って。割と早めから、もう精一杯から入ってくる。ちょっと前、結構前から流して。はい、お願いします。で、行きます。はい、あ、来るぞ、来るぞ、来るぞ。なんなんなん。あ、どうだろう。どうだどうだ。いいんじゃない。あ、かわいい。あ、だって画角がさ、もうちょい正面。あ、どうですかね。正面。もうちょい正面。正面だ。こっちですかね、どっちかといったら。確かに。いきます。お願いします。どうだろう。ごめん、めっちゃ、ごめん、ごめん、ごめん、やばい、アホや、私回してなかった。はい、はい、よし、じゃあ流します。はいはい。ちっちゃくしてもそうだよね。どうだ。はい、あ、どうだろう。かわいい。頑張ります。ちょっとあのツインテールがファンって。あ、ね、ふわしてる。お、すごい不安してる。これでもアニメのさ、字が持ってるから。え、最低。どこぐらいの釣り込み。何よ。もうちょっと下で。立って。え、これさ、下でさ、全然できる。できると思う。いいじゃん。わ、2回揺れてる。面白い。せーの、バカ。で、この時の髪の毛をもっとアニメっぽくまとめたいっていう。バカ行きます。笑わない。いつでもどうぞ。せーの、バカ。
それが一番いいんじゃない。エリザベス、エリザベス。いた、え、かわいい、ちっちゃい。今は光合成したいなと思ったんだけど、日がなかったの。え、なんかソファーある。あ、ユイみたい、本物の。見えるかしら。かわいい。突然の。かわいい。謎ダンス。滑るね。めっちゃ滑る。すごいおちゃらけたミオがいる。こんなこんなおちゃらけてるんだ。かわいい、うん、これはこれでいい。こんにちは。こんにちは。映像が撮り終わったので今日はね別日に集まっていただきまして、今日は歌を撮っていきたいなと思います。はい、うい、頑張るぞ、頑張るぞ。茶からね、始まるから最高の茶を、最高の茶を出していこう、はい、よし、はい、お願いします、お願いします。就業チャイムまで待ってない、遅刻をしてもそう対話のノノ、精一杯カリアフタースクール、時々が止まんない、フルソートルなのない、希望欲望煩悩、リボンかけて放送、ネタとさり持ちよりニュータイプバージョン打ち込み、男子禁制のプリ帳、恋つづった日記帳、スカートだけにセンチ、詰めたらトップよ、昨日より遠く、一昨日よりオクターブ高く、ジャピ流しで潤しネバエリガント、日々マジライブ出しまったらし、早起きしても早寝はノノノ、めいっぱいシャンティンワッショイ、ガチで素晴らしいネッパエリカソン、ここでいたいムーにはもってこい、また思い出も玉砕で Here we go、 歌えばシャニーアフタースクということで完成いたしました。ただいま歌も撮り終わって、ね、撮り終わってね。しかもね、あれだよね、カッキーも絵があるんだよね。そう、カッキーの最近難しそうだなっていうところで絵描いたりとかね、実はお面作ってたりとか、うん、ああお面どうなってるんだろう。ちょっとね、その完成したものを私たちも今から初めて見るので、うん、ちょっと早速見てみる、見てみようか。じゃあみんなつけて、いやドキドキだな。え、すごい、すごい、これロゴも描いたの私。本当にすごい、うますぎじゃない、これも描いた、そう、周りのこれも描いた、かわいい、ゆなぁ。あ、これあぁめっちゃすごい。そのまま死に、そのまま死に、すごい、すご
が一生懸命やったね、あそこバカーバカー超かわいい、バカかわいい、バカかわいい、横病目、横病目でもなんか前髪の幅はそんなに、俺さ 0.5 でいいんだよね、 0.7 いいか、まあでも一発 OK でもいい気がする監督お願いします、正解、まあそう、うん、なんでこっち、あっなんでこっち来たのあれこっちじゃなかったっけ、それでは完成した VTR ご覧ください、どうぞ。就業チャイムまで待ってない、遅刻をしてもそんな今のまま精一杯スタディアフタースクール、ドキッと気が止まんない、フルーストを取るなのない、希望欲望煩悩リボンかけて放送、ネタとおさり持ちよりニュータイプバージョン打ち込み、男子禁制の首長、こいつずうたに貴重、スカートだけにセンス詰めたら飛ぶよ、昨日より遠く一昨日よりオクターブ高く、ジャピ流しでうるわしネッパエディカスト、日々マジライブ出しまったら早起きしても早寝はノノノ、めいっぱいシャンティワッショイ、ガチで素晴らしいネッパエディカスト、ここっていいタイムにはもってこい、また思い出も玉砕で Here we go、 歌えばシャニアフタースクール、チャンネル登録高評価お願いします。